田中康は日本の政治家、作家。愛称は、ヤー。元長野県知事、衆議院議員、参議院議員、新党日本代表などを歴任。1956年4月12日、東京都武蔵野市に生まれる。本籍地は、静岡県伊原郡藤川町。父が、新州大学教授に就任したため、1964年4月に、 家族全員で長野県上田市に住居を移した。さらに1966年には松本市に引っ越し、新州大学教育学部付属松本小学校に転入し卒業。1969年4月、新州大学教育学部付属松本中学校に入学。在学中は初代サッカー部部長を務めた。1975年3月、 長野県松本深志高等学校を卒業。高校3年時在学中、東京大学文科二類を受験。英語、国語、数学が得意科目であった一方、歴史の知識問題などは、そのような分野で点数を取るのは、邪道と勉強を放棄した。東大受験前に受けた模擬試験、東大オープンでは、英語、国語、数学、地理、歴史等の全科目の総合特典で、 全国80位程度、英語だけなら、全国3位という好成績であった。しかしながら、東大入試本番では一時試験で不合格となった。そのため、同年3月に上京し、東京の寸大予備学校で、浪人生活を送る。この際、寸大文庫の基本英文700選を愛用し、後に、著書、田中康夫の大学受験講座においても、同僚を激賞している。 この予備校時代は、服など、ブランド物を買いあさる生活を送った。この日々は後に、大学在学中に執筆し、作家デビュー作となった、なんとなく、クリスタルのモチーフとなっている。1976年4月、一橋大学法学部入学。しばしば田中は、著書内で法学部出身であることを表す際に、法学を間違えてア法学部に入った僕は、 との表現を用いる。法学部後期には、国際政治学の細谷千尋教授のゼミナールに所属。政治学者の井上敏一、元学習院大学学長は、ゼミの同期で、BS-11、田中康夫の日本最高。に、しばしば出演するなど進行がある。1980年、第一作、小説、なんとなく、クリスタルを執筆し、同年同作で、 文芸賞を受賞する。同作が執筆された背景には、田中の所属していたサークル、一橋マーキュリーでの横領事件がある。当時田中は日本工業銀行から内定を得ていた。この事件により卒業予定日の直前に定額処分を受ける年し、その煽りで日本工業銀行からもらっていた内定は取り消された。この定額期間を利用して、なんとなく、 クリスタルは執筆された。1981年3月、一橋大学法学部卒業。同年4月に外資系石油会社のモービル石油に入社。横浜市内で新入社員研修を受け、当初は作家業との両立を試行していた。なんとなく、クリスタルがベストセラーとなっていたことや多くのマスコミからの引き合いがあったこともあり。 作家業を中心に活動することを決意して3ヶ月で退社する。なんとなく、クリスタルの発表以降、幅広い人気と知名度を獲得した。文芸誌で作品を執筆するのみならず、音楽、ファッション、自動車、航空会社、ディスコ、レストランやホテルの分野について、全国誌や各種週刊誌、ファッションや自動車専門誌などで幅広く執筆活動を行う。 またメンバーズマガジン、田中康夫のトレンドペーパーの発行や、マイケル・ジャクソンなどの本の翻訳など、幅広い活躍を見せた。さらに1980年代から2000年代においては、いわゆる流行作家として、笑っていいとも、や、O、L クラブをはじめとする多数のテレビやラジオへの、レギュラー出演などを行った。1991年には、湾岸戦争への自衛隊派遣に抗議し、 原谷幸と中上賢治、津島優子らと共に湾岸戦争に反対する文学者声明を発表した。こうした声明には田中は元来否定的だったが、声明文を我々はや私たちはではなく私はとし個人の連帯とすることで参加した。一方でこの声明を世もないぬひこは批判した。 1995年1月17日に、阪神、淡路大震災が発生する。友人も多く、さらに小説、オンハッピネスの舞台でもある、神戸市の被災に衝撃を受け、ボランティア活動に従事した。また、活動を続けるうちに神戸と自らは、多面性を持つ点で共通しているのではないかと思うようになったとも実感している。またその後、 ボランティア活動を神戸震災に一気にまとめ観光する。1998年、神戸市民投票を実現する会の代表に就任。阪神、淡路大震災後のボランティア活動を通じて、神戸市の公共事業関連の問題を知り、神戸空港建設反対運動を行うが、反対運動を叶わず、神戸空港は完成してしまう。 2010年のワクチン接種緊急促進事業において、助成された子宮頸癌ワクチンについて、子宮頸癌そのものを予防する効果が証明されておらず、深刻な副作用の発生率が他の予防接種と比べて異常に高いと主張し、ワクチンの接種を推奨する日本産科婦人科学会などを批判している。著書33年後のなんとなくクリスタルにおいても、 子宮頸がんワクチンの啓蒙活動に取り組んでいた登場人物のユリが副作用の被害について知り衝撃を受けるシーンが存在する。2000年、長野県知事選挙に出馬し当選。2002年県議会が知事不信任決議を可決、失職を選択し出直し選挙で再選。参戦を目指した2006年知事選では落選。2007年、 参議院議員選挙比例区に新党日本から立候補し、初当選した。2009年には参議院議員を自動失職した上で、衆議院総選挙票5パックで同等から立候補して、当選した。しかし2012年の衆議院総選挙では、同区で落選し、国政での議席を失った。親、小沢、ハンコ泉電中が政治的マキャベリストとして、 しばしば称賛する小沢一郎、鳩山幸夫とは比較的近い距離にあり民主党が野党であった2003年11月には閣僚予定者名簿で無人書大臣に指名された。一方で松下政経塾出身者、特に前原政治に対しては、基上の空論や議員となるのが自己目的化している頭でっかちと批判している。松下政経塾出身者以外にも、 菅直人や戦国義と岡田克也などへの批判をしばしば言っている。2009年に民主党が政権を取った後は田中が代表を務める新党日本は与党として取り扱われている。ただしその形態は、鳩山内閣時には民主党と統一会派を組んでいたのに対して菅内閣になってからは亀井静香が代表を務める国民新党と統一会派を組んでいる。 小沢や鳩山と必ずしも意見が一致しておらず、民主党の2009年マニフェストの結果として、成立した農業者個別所得保障制度や、子供手当法、事業仕分けなどにも批判を加えたり、内閣の状況を、スポットライト症候群に陥っている、おこちゃま内閣などと評したりもしている。さらに民主党の支持基盤である労働組合、特に、 日本労働組合総連合会や全日本自治団体労働組合に対しては組織率の低くなった組合は労働者の声を反映していないと批判的立場をとっており発展的に解消すべき労働貴族の集まりとの意見を持っている連合は2000年と2002年の長野県知事選では田中を支援したものの2006年の知事選2009年の 衆院選ではいずれも対立候補の支援に回った。小沢に対しても1990年代以前中期はある程度政策や政治姿勢は評価しつつもやや批判寄りだった。この時期にはむしろ梶山勢力を高く評価していた。自由民主党については左右幅広い立場の議員が所属し実態がつかみづらいことからぬえのような存在としている。 ただし民主党が政権を取った後は当初は、閣内で様々な意見が出ていても、最終的には意見が修練してゆく、大人の政治を行っていたと自由民主党時代の政治を再評価もしている。また、水制度改革議員連盟の共同代表を務める中川秀直など、自由民主党所属議員の中にも親しい人物はいる。小泉純一郎と竹中平蔵の打ち出した。 アメリカ的な経済政策を導入する新自由主義経済路線を弱肉強食だと強く批判し、ある程度の経済格差は認めつつも最下層の幸せを確保する最小不幸社会を主張している。小泉の路線と自らの改革とは、車座集会とタウンミーティングその他や就任当時の講師自立など類似性が多いと、サンデープロジェクトなど、 政治番組で問われた場面もあったが、その際には、小泉路線はまやかしであると答えた。その後も、小泉路線を、なんちゃって小泉、地区中ヘナチョコ構造改革と表現している。なお小泉については、第二次橋本内閣の厚生大臣だった当時から、批判していた。ウルトラ無党派旧来の自民党的なバラマき政治、箱物行政や、 官僚主導の政治を批判、解体したり、長野新幹線や神戸空港への建設反対などの市民運動に参加したりしたこともある一方で、左派の労働組合主義にも否定的であり、草の根市民運動に携わってきたことから自らをウルトラ無党派、真の保守としている。官僚や労組以外でも人の顔が見えない組織、団体や そこに存在する利権を嫌をする傾向にある。これは選挙戦にも反映され、運動は主に勝手連的に行われている。年越し派遣村を視察した際の感想として、憲法第9条維持など盾看板に政治的思惑があるものがあり、運動に左派勢力が介在している。と、バトルトークラジオアクセスで批判的な感想を述べている。経済への考え方。 サッチャーのように利権にまみれた旧体制を壊した後に、ブレアのようにクリーンで公正な社会を再構築するという両方の役割を一人でこなす政治家だと自負しているように、イギリスの第三の道に考え方が近い。さらに、ハイエクトケインズの融合を目指しているほか、新党日本のマニフェストでは、ベーシックインカムの導入も掲げている。タイ 石原慎太郎石原慎太郎については、一橋大学出身の作家、それぞれ太陽族、クリスタル族の生みの親であるなど、共通点があり、田中の知事在任中等はよく比較されていたが、一方で思想的に大きく異なる部分もあることから辞書内で取り上げることも多い。知事在職時に日本外国特派員協会での講演で、彼自身がカワードだから、 失うものがあるから強い自分を演出していると評したこともある。また、築地市場の豊洲への移転構想や、新銀行東京への資金投入など、石原都政への批判も行っている。知事就任以前にも、石原の、ノーといえる日本や三国人発言について批判している。ただし、ぜぜひ非をモットーとするという言葉通りに、 義務教育費国庫負担の一般財源化が議論された際は強調したことや、元東京都副知事、浜渦武雄辞任の際には石原を擁護する発言を行ったこともある。なお、田中の知事就任の際には石原は激励の言葉を送り、田中も先輩として参考にしたいと答えている。 対外思想アフガニスタン侵攻やイラク戦争を引き起こしたジョージ・ W ・ブッシュ政権とそれを支持する自民党新米保守派を批判し、反米や憲米ならぬアメリカと友好関係は保ちつつも言うべき意見は言う、イサオベイと他国に依存しない自立外交を主張している。一方、ビル・クリントン政権については好意的な見方をすることが多く、 モニカルインスキートのスキャンダル時にも擁護的な意見を述べていた。また、政権下で副大統領を務めたアルゴアについても評価しており、ベネズエラの運をチャベス反米左派政権の自立路線を称賛している。マニフェストでは日本の位置が要塞であるとして、交差点外交や自衛隊をサンダーバード隊に改組して国際的に災害救助を行うことを提案している。 マニフェストでは自衛権の放棄は主張していない。外国人人政権の立法化にも、一時期は積極的な見解を持っていたようで、2009年衆院選時点におけるヤフーみんなの政治でのアンケートでは、相互主義の観点から在留日本人に選挙権を付与している国の場合に限り、日本に在留するその国の国民に選挙権を与えるべきとの意見を、かつては表明していた。 2007年11月8日、国会開催期間中に在日本大官民、国民団が主催する永住外国人地方参政権の早期立法化を訴える全国決起大会にも参加した。2008年4月16日に開催された在日本大官民国民団が開催した外国人人政権推進集会に賛同。ただし2013年現在は、 帰化制度を改善することが優先されるべきと慎重な立場をとっている。その一方で第170回国会では国籍法改正の際は外国籍女性と日本人男性の間に生まれた子供の日本国籍付与の際には DNA 鑑定を行うべきと主張した。以前よりオリンピックのナショナリズム的側面自体を好んでおらず2016年の 東京へのオリンピック招致にもオリンピックはインフラ整備のため途上国で行うべきと批判的立場を取っていた。ただし2014年現在は2020年オリンピックについては開催は国際公約であるとして否定的立場は取っていない。地方自治への意見同習性に対しては全国知事会の提言は総務省の官僚が作成したもので新たな利権を生み出すだけ。 明治から様々な面が大きく変化しており新たな枠組みを考えるべきとしてマニフェストで否定している。また、全都道府県及び政令指定都市の市長を参議院議員にすることも提案している。宮崎県知事の東国原秀夫に対しては2007年の就任当初は期待を寄せていたが2009年に衆院選出馬が取り沙汰された際は改革が 父として進んでいないと評した。また、大阪維新の会代表の橋本徹に対しては、改革の気概や方向性に関しては評価することもあるものの、大阪府知事当時にダム建設の直轄負担金を拒否しなかった点を、はじめやや批判的に評している。鳥取県知事を務めた片山義弘に対しては、 長野県知事一期目就任当初から、自らと同じく改革に取り組む知事として評価しており、特に地方公務員の退職手当債発行を停止し、調整額も廃止したことを賞賛したが、民間から総務大臣に抜擢された方山が退職手当債記載の特例発行撤廃を求めた田中に対し慎重な答弁に終始したことには、失望の念を示した。その他所著作である、 なんとなく、クリスタルの端末に、少子高齢化を示唆するデータが記されているのを、はじめとして、デビュー当初より、他の対象とは区別することなく、政治に対しての言及も行っていたが、1990年代より、神なき国のガリバーその他においてそれが顕著となる。新、文芸辞表を読まずに語るにおいては、大衆消費文化の申し子として右手から出てきて、 自分は何も変わっていないはずが、世の中という舞台全体がどんどん右に動いて、今は一番左に立たされているような気がすると述べている。1991年の東京都知事選で、小沢一郎が磯村久則を支援したのに対し、田中は神なき国のガリバーにて、当時現職の鈴木俊一への支持を表明した。また小沢が推し進めた湾岸戦争派兵や、 小選挙区制導入には反対の立場で、1990年代前半の日本新党をはじめとした新党ブームには当時厳しい評価をしており、細川森広内閣に対しても当時のメディアや文化人が総じて画期的だと報じる中、政治手法が抑散的だと警鐘を鳴らしていた。村山富一内閣には発足当時、理念なき野豪と評する意見が多かった中、 55年体制の二項対立を超えた内閣と高評価を下していた。だが次第に社会党が自民党も驚くくらい腰砕けになっていると見方を変え、特に阪神、淡路大震災時の危機管理のあり方については厳しい評価を下した。また青島幸男についても参議院議員時代や議員、辞職ございだった時期、さらに、 東京都知事就任後世界都市博覧会を中止とする決断をしたところまでは評価していたが、その後都市博中止以外の破綻したに信用組合への対応など事実上の公約撤回に対しては都市博を中止にしたところで都知事を辞職すればよかったと述べた。田中が広く知られるようになった一員として、神戸市とその周辺における活動がある。 1995年1月に発生した阪神、淡路大震災の復興ボランティアに参加した後、神戸空港の建設に反対し、住民投票を求めて1998年2月に神戸市民投票を実現する会を結成し、その代表として活動した。このような市民運動への積極的に参加と、精力的な活動から、長野県の市民団体などから2000年の知事選への、 立候補を打診され、出馬した。当初は、出馬に、消極的で、在野の立場から、意見表明を行うのが、自分には、ふさわしいと考えていたが、田原総一郎など知人からも出馬を促され、立候補した。田中の出馬表明時には、現職知事、吉村五郎の後継と目されていた、全副知事が、日本共産党以外の県議会議員や農業、 共同組合や建設業団体など多くの業界団体の支持を得ていて当選確実だと言われていたが、旧体依然とした長野県政の現状に加え、長野オリンピックの運営費をめぐる、首都不明などのスキャンダルに批判が集中した。連合の組織的な支援に加え、幅広い支持を受け初当選を果たし、2000年10月26日に長野県知事に就任する。 外力県知事就任後、脱ダム宣言や、脱、記者クラブ宣言、車座集会など、歯に衣着せぬ発言や、革新的な提案で県内外からの大きな支持と、注目を集める。公共事業費や公務員人件費の削減を行ったため、長年赤字で財政再建団体へ、転落寸前だった長野県の財政は、黒字化し、5年間で923億円の、 追跡債務を減少させたと主張しているが、その反面、県の貯金にあたる財政調整基金、減災基金、公共施設整備など494億円取り崩しが行われた。また、長野県の税収は2560億円から2111億円に減少した。予算配分に関しては、全国で初めて全小学校の1から4年生の30人。 学級化を実現するなど、福祉や教育分野に重点的に配分させ、財政構造を大きく変化させた。また、長野県の臨県であり、同じく中部県知事会議の構成員である静岡県知事選挙において、当時の石川義信知事に対立する静岡空港、反対派の新人候補を支援し、静岡県内で応援演説を行い、 自らの連載でも反対する意見を改めて表明していた。就任直後、マスメディアの注目を集め、中でも行政の見える化を進め、長野県庁舎1階のガラス張り知事室や、当時の企業局長による名刺折り曲げ事件は大きく取り上げられた。なお企業局長は、この行動の真意は、名刺交換を儀礼行為と感じたためであり、実は、 数少ない理解者の一人だったと田中は後に記している。就任直後の各新聞社の調査では、のきなみだか支持率であり、特に品の毎日新聞の2000年12月の調査では91.3%を記録した。こうした状況に田中は愛の大目玉にて思考停止に陥っており、ファシズムの様相を呈しているヒトラーの再来と、 表現での報道を自分は体系的にはムッソリーに出し、どちらかといえばその方が好きだと返していた。脱ダム宣言、脱ダム宣言は2001年2月20日に公式に発表された。ゼネコン主導の乱開発を否定するものとして多くの好意的な反響を呼んだ。その後、学識経験者などからなる治水・利水ダム等検討委員会が発足し、 ダム計画のある河川の部会ごとにダムの必要性を徹底的に調査、審議した。政府から降りてくる公共事業費に頼りきりの体質を改善しようとする試みだが、これは県内の建設業界、県議会議員の多くから激しく批判されることとなった。しかし、治水、利水ダム等検討委員会が出した答申はダムアリアン、ダムナシアの両案付きとなり、 特に浅川では、その後発表された計画が、堤高30メートルから45メートルの延定を有する、稼働内有水地と称する実質、ダムであると批判され取り消した。その後、暫定案として、本来は100年に一度の洪水に対応する治水計画を立案するところを、50年に一度の洪水の対応となる計画として、既存の2カ所のため池を改修し、 貯留能力を持たせることを中心とした治水計画を発表したが、国土交通省との協議が安全性の低下が原因で不調となり、追加で河川と別に地下排水管を建設することを発表した。なお、浅川の治水計画は知事交代後、稼働内遊水地案に変更になった。また、長野県議会議員の多くは、長野新幹線の操車場建設時に治水のため、 ダム設置を約束しているので、約束の履行を求めているが、他県と同じく大手建設業者との癒着が一部から指摘されている。中止したダム事業を脱ダム宣言によるものも参照。こうしたことから、長野県議会との確執が顕著となり、2002年7月5日、とうとう6月定例会で、知事不信任決議が可決された。その不信任決議を受け、7月15日に、 田中は知事失職を選択し、再び知事選が行われることとなった。そして、9月1日の選挙で圧倒的な得票差をつけて、経営コンサルタントの市川天マらを破り、再任された。市町村合併知事在任中、国主導の平成の大合併には慎重姿勢を取り続けた。中山間地域などの合併が困難な町村に対して自立を支援する。 長野モデルを打ち出したり、市町村合併をしない宣言をした福島県、東白川郡山祭町を視察し、また、合併の是非を問う、住民投票が行われた千葉県四街道市や、長崎県北松浦郡おじか町などを訪れて、合併反対派を応援したり、合併反対の講演を行ったりした。こうした田中の慎重姿勢もあってか、長野県内では、 住民投票の結果を受けて合併協議が破談に追い込まれる事例が続出した。それでも関係市町村議会の議決を経て合併を知事に申請した県内市町村の合併については法に則っ,ってその関連議案を定例県議会に提出してきたが基礎群山口村の岐阜県中津川市への古市県合併については2004年4月に漁師村からの申請を受理した後 6月、9月の定例県議会への合併関連議案提出を見送った。そして、12月定例会への議案提出の条件として全県民を対象とした移行調査の実施を決めたが、そのための関連予算案が9月定例会で否決されたことで、12月定例会でも田中は合併関連議案の提出を見送った。このため、 県議会の大半の会派の共同という形で合併関連議案を議員提案し、その可決を受けて田中も合併に同意、総務省への申請、官報告示を経て2005年2月13日に両志村は合併し、山口村は長野県を離脱して岐阜県に編入された。県職員に民間人登用、脱記者クラブ宣言。 大手マスコミの情報独占を止めさせるためとして打ち出し、長野県知事主催の記者会見とした。記者クラブに加盟できない多くのジャーナリストや外国メディア、雑誌から称賛された。しかし、これにより、規制権益を支出しようとする、新聞社をはじめとする大手マスメディアから激しく非難され、読売新聞や品の毎日新聞などの県内外の、 大手マスコミとの確執を生むきっかけとなった。常に、記者クラブを利権談合の頂点と指摘していた親、田中派のコラムニスト、勝谷正彦は、登場した時は万歳と持ち上げておいて、記者クラブの利権が奪われると分かった途端に、単打中派になって極端なネガティブキャンペーンにより、落選に追い込んだと、大手マスコミ、特に顕著だった、品の毎日新聞の姿勢を痛烈に非難した。 新州解消2004年1月のインタビュー取材で、長野県を新州と解消することを検討していると発表。解消の理由として、同州制に先立って州を作る観光などでは、新州という名前の方が有利などを挙げた。以降、ウェブサイトや自己紹介などでは、新州、長野県知事と名乗っていた。実際に、新州の愛称を常用する人も多く、 数々の新州ブランドがあるものの背景としては中南新県民が長野県を長野と略称することを好まないことがある。このことを示すかのように2003年9月26日に住民票を長野市から下稲郡安岡村に移している。この問題は訴訟に発展し2004年11月18日には 同村の選挙人名簿に登録したことの適否に関する裁判で最高裁判所が上告を帰却し、田中は敗訴した。長野市の住宅を退去して、安岡村、両親宅がある軽井沢町から通勤していた。また、2004年12月2日に北作郡軽井沢町へ住民票を移転した。同和対策事業の見直し日本共産党長野。 県議団が長年にわたって要求してきた同和対策事業の見直し問題について、同等の意向を受ける形で、平成13年度に26億7187万5000円あったものを、平成18年度には4230万円までに縮小した。このような一種のタブーとされている領域にメスを入れた自治体は日本には少ない。ただし、この見直しは、 国の地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の執行に合わせたものである。これを受けて、県下の各市町村でも、同和政策予算の見直しや削減が進んでいる。新党日本結成かつてナチズムに抵抗するために共産主義者と手を結んだ、ドゴールの話を引用し、勝利を捨てて、大道につくべきだとして、 2005年8月21日にパレスホテルで長野県知事在職中ながら郵政民営化問題で離党した自民党保守本流派と新党日本立党に参加し代表に就任する。党代表に就任するも知事職は辞さず副知事不在のまま選挙運動を行い県内に動揺を招いた。なお、この騒動の最中に朝日新聞長野支局記者が 亀井静香と田中康夫の会談が長野県であったかのような虚偽のメモをでっち上げ、それに基づいた、強放記事が紙面に掲載されるという事件、朝日新聞の新党日本に関する捏造事件も起きた。2006年9月の主犯指名選挙では、新党日本に所属する荒井博之参議院議員が新党日本と統一会派を組んでいる。 国民新党の渡ぬ田美介に投票せず自民党総裁の安倍晋三に投票。新党日本は代表の田中康夫が国会議員ではないために自主投票としていたが国民新党がこれを問題視し新井への厳正処分を要求。党代表の田中が処分をしない方針を打ち出したため国民新党は衆参両院において新党日本との統一会派を解消した。 支持率低下求心的な政策転換に対しては、野党が多くを占める、県議会や業界団体の反発を弱気し、当初の知事選で支持していた連合も、長野県労働委員会の人事をめぐり、それまで連合系組合の役員に独占されていた、構成を見直して、全国労働組合総連合系の長野県、医療労働組合連合会参加から、新任委員を指名したことに強く反発し、 支持を撤回。代わりに、当初は田中に批判的で、全老連との関係が深い日本共産党が田中を支持する状況になった。加えて、独特のパフォーマンスに対する批判から、当初田中を擁立した面々も、批判の度を強め、二戦目の後期は、支持率を落とした。対立する議会との溝は埋まらず、参戦を目指した2006年の知事選では、支援したのは、 共産党だけであった。さらに、折しも、集中豪雨による洪水が多発し、田中の夏ダム政策に対する不信感が、県民の間に芽生えた。自由民主党、公明党の推薦と連合の支援を受けて、ダム計画再開を主張するとともに、組織型選挙を展開する対立候補の村井一氏に、競り負け、落選した。 田中の得票数は534,229票、村井は612,725票だった。村井は田中の改革や政治姿勢を見せかけだけ独裁者だと痛烈に批判、当選後は田中の全政策を完全否定、完全生産することを宣言し、田中知事の改革の象徴だったガラス張りの知事室を廃止した。旧ガラス張り知事室は、 長野県観光協会が使用することになった。2006年8月31日、長野県知事の任期満了に伴い退任したが、その後もしばらく通例は、当て職の新州、長野県観光協会理事長など13団体の役職に泊まっていた。2006年10月、ようやくそうした役職に関する辞任届が提出されたことが報道される。 知事を退任した翌2007年には4月の統一地方選挙で東京都知事選や北海道夕張市長選挙への立候補を示唆したものの最終的に見送った2007年参院選で初当選2007年7月の第21回参議院議員通常選挙には新党日本からジャーナリストの有田義虎と共に比例区から立候補した その直前の7月5日には、幹事長の荒井博之と、総務会長の滝見が、党運営及び参院選に際しての選挙公約が、党所属国会議員である滝と荒井の了承を経ずに、決定されたことをめぐって離党し、決闘当時に、国会議員であったメンバーはいなくなる。これに伴い、新党日本に、現職国会議員がいなくなったことにより、 選挙活動に対する政党助成金が大幅に減った。しかし、政治団体の場合は比例区に候補者を擁立するには合計10人以上擁立しなければならないところだったが2005年の衆院選の得票率で政党要件を満たしていたため10人擁立しなくても比例全国ブロックで立候補できた。田中は比例区で458,211票を 獲得始発当選した。この参院選における田中が当選したことに伴い、在籍国会議員が復活したため、新党日本は、再び政党助成金が受け取れるようになった。2009年衆議院への倉替え当選2010年、渋谷にて2009年7月21日に、衆議院が解散され、同年8月30日が投開票の第45回衆議院議員総選挙に、 兵庫パックより出馬することが発表された。比例近畿ブロックに重複立候補し、民主党の推薦を受けたものの、連合兵庫は社民党の候補を推薦した。選挙の結果、前職だった公明党の冬柴鉄蔵を破り当選した。当選後、民主党の院内会派に参加したが、2010年6月10日、国会内で、 国民新党代表の亀井静香と共同記者会見を行い、衆院で共同院内会派、国民新党、新党日本を組むことを発表し、民主党会派から同日付で離脱した。なお、第45回衆議院議員総選挙への立候補に、伴い公示日の同年8月18日、参議院議員は自動失職となった。参院選比例名簿の2位は、 有田義夫だったが、有田も、総選挙に出馬していて繰り上げ当選を辞退したため、3位の平山誠が繰り上げ当選となった。2012年2016年落選しかし第46回衆議院議員総選挙に、再しては、民主党は、室井秀子を対抗馬として擁立することを決定した。なお、公明党は死去した、冬芝の後継として、中野博正を擁立した。 12月16日投開票の結果、田中は中野に敗れ落選した。新党日本の唯一の候補である田中の落選で衆議院所属議員もゼロとなり、新党日本は政党女性法上の政党要件も失った。2016年の第24回参議院議員、通常選挙では大阪維新の開放人で東京都選挙区から出馬するも時点で落選。 第17回文芸賞受賞作品となり、社会現象とまで言われたデビュー作、なんとなく、クリスタルは、純文学的なものを良しとする風潮が、まだまだ強かった、文学界やマスコミを中心に、賛否両論を巻き起こした。なんとなく、クリスタルの脚中に対しての、作者の批評精神は現れとの表をはじめ、現代における、古典といった趣、き、 80年代以降の都市風俗に取材した、ケウな記録文学の書き手、近代文学における、保守本流の批判的継承者などの肯定的な評価もあるが、作家ギルド的な集まりに生きる昔ながらの文芸評論家や、旧来の文学界の人間からは、否定的に評価されるか、目殺されるかであった。文芸商選公員を第十三回以降断続的に務めているが、 前述のように、精神的ブランドに依拠しているとして、いわゆる、作家ギルド的な集まりを嫌うこともあり、村上龍や村上春樹、林真理子や深田祐介などは、作品だけでなく、個人も批判するなど、文学界では一匹狼的存在である。ただし決して既存の文学者との交流がなかったわけではなく、生前の川上聡君や中上賢治との思い出を、著書で語っている。 価値貧乏者であることを自認している。これは、言い換えれば、物質的ブランドと、精神的ブランドは等価値であり優劣はつけられない。ということで、この主張は、デビュー当時より行っている。また小説執筆の際は、サースティ、すなわち、物質的には満ち足りているが、精神的には、不満足といったテーマで作品を書くことが多く、同名の短編集も出している。 セゾングループやダイエー、後段社や、サザビーリーグ、日本航空やシンガポール航空、ホテルオークラや、マンダリンオリエンタルなどの社風やサービス内容、その行為を徹底的に嫌い攻撃するものの、その後社風、サービスの悪化や改善などの変化により、サービスが悪化が顕著な上に正解におもねる、全日本空輸を攻撃の対象に変えたり、セゾングループと和解したりしている。 かなりの地質であり、1994年当時のペログリ日記中でも、どんな種類の原稿も、同じスピードでしか書けないと述べている。また、日常あまり用いない、外来語や看護を表現として用いることや、さらに、そこに、本来の読みとは異なるルビを振ることも多い。長野県知事時代にも、クリエイティブコンフリクト、パブリック、サーバントといった言葉がわかりづらいと指摘されたことが、 ある。ワーズワースのプレインリビング、はい、シンキングという言葉を好み、いわゆる製品や暮らしは質素に、思いは高くという意味にとどまらず、社主ではない、文に応じた飾らぬ、けれども物質的には豊かな生活の中から豊かな心と高い理想、そして思考が生まれるを表しているとしている。狂事と定感、すなわちプライドと、 謙虚さを同時に持ち合わせることが重要とも主張している。前室、ファディッシュ講言学時代は、講談社について、当時のフライデーの副編集長が、そう感じに述べた、雑誌としての理念なんてないという発言を引き合いに出し、編集姿勢や先に、他社で刊行された先行雑誌との類似性を批判し、第二本郵便会講談社の雑誌で一度も連載した、 経験のないのを誇りに思っているのは、田中康夫とは、この私である。とまで述べていた。また、フライデーは、田中康夫の SM 趣味を挙げつらって攻撃していた。また、講談社と同じく、音はグループに属する公文社についても編集者の態度を批判した。しかしその後、肩の力の抜けた、出版社になったとして、両社の雑誌でも連載するようになった。 1994年当時に、影山民夫が講談者批判を行った際にも、ポストファディッシュな評価をすべきと述べている。また、角川書店とは1980年代には、単行本が文庫本化される際に、角川文庫から出版されることが多かったが、1990年代初頭を境に、文庫本は、川出書房新社その他から出版するようになり、 角川文庫収録作品もほとんどが、川で文庫より再刊された。一方、角川書店社員だった、健城徹が設立した、原冬社を会社設立当初には、同時期作られた日本新党になぞらえて愛用していたが、その後は、東京ペログリ日記をはじめとした著書を出している。富士山系グループの不走者とは、阪神・淡路大震災直後に、大映が行っていた。 商行為に関しての事実関係をめぐって主張が対立したため、神なき国のガリバーの連載は終了となったが、その後は関係を回復している。1990年代中盤までは、パーソナルコンピュータやインターネット関連は、やゆの対象あるいは無関心で、自らが機械音痴であることを認めていた。例えば Windows95 発売が、 モーニングアイ出演時に取り上げられた際にはほとんど興味を示していなかったが、1990年代終盤にパソコンを購入して、以降はパソコン及びインターネットの利点を盛んに主張するようになった。既存のメディアにない自由活発な議論が行われている、と2チャンネルが比較的無名な頃より評価しており、自らも2チャンネラーであることを公言していた。さらに2009年現在は、 YouTube やニコニコ動画に新党日本チャンネルを開設し意見発信も行っている。長野県知事時代もメールで意見を広く募ることを売りにしたり、ネットを活用することで迅速さや効率を向上させることを目指す発言をしたりしていた。また、旧来の政治家を OS が古いとの表現で批判し、リナックス的生き方とはという講演も行ったことがある。しかし、 2000年代中盤になってからは、インターネットや2チャンネルへの賞賛は、ほとんど見られなくなり、ネットに影響されやすい人々への批判も行うようになってきている。小説評論、エッセイ協調など、翻訳雑誌発刊これ以外に、田中康夫のトレンドペーパーという会員制雑誌を1980年代に発刊していた。表紙イラストは、渡辺和弘だった。ソムリエに聞けも、 同志の連載が元になっている。テレビは見るものではなく、出るものが、持論で、ほとんどテレビ視聴の習慣はないと1994年、当時のペログリニッ内で記している。なんとなく、クリスタルで話題を読んだ後、フジテレビ、笑っていいとも。1982年10月から1985年3月まで、金曜日のコーナー、5つの焦点に、 レギュラー出演したのを皮切りに、テレビ朝日の女性向け情報番組、OL クラブ、読売テレビのワイドショー、BE Apple 2時、新東日本の広報番組、田中康夫の日本最高、では司会も務めた。それ以外にも報道番組への積極的な出演の、ほか、世界丸ごとハウマッチなどのバラエティ番組を、はじめ、数多くの番組に出演した。また、 富士テレビ、たけし、いつみの平成教育委員会では、生徒として出演。けし落としを完成させ、世界一周海外留学の旅を獲得したこともある。その旅とたけしとの関係は、当該項目を参照のこと。県知事就任以降は、長野県の観光資源を広く PR することを意識し、トーク番組やバラエティ番組の出演の際には、 県の名産品などを積極的に紹介することが多かった。また、長野県内で流れるシートベルト装着のキャンペーン CM にも自ら出演し、呼びかけを行っていた。2021年現在は、東京 MX のニュース番組、モーニングクロスに出演している。ラジオ番組の出演も多く、過去には文化放送、梶原茂の本気で、 どんどんのコメンテーターを長年にわたり担当。このほか、大阪、MBS ラジオの、さてはとことん菊水丸をはじめ、神戸空港問題で窮地の中となった河内音度の、歌手、河内屋菊水丸がパーソナリティを務める、ワイド番組にも不定期で出演。また、TBS ラジオの、バトルトークラジオアクセスでは、各週月曜のコメンテーターとして、文化放送、 吉田てるみそこ大事なとこの毎週火曜日の電話コメンテーターとして出演していた。アクセスについては月曜日から金曜日までの放送だが、知事就任後から2005年3月まで、地元長野の SBC 新越放送が田中が出演する月曜のみネットし、放送していた。2016年より2021年現在に、 至るまで横浜 FM 放送の水曜日24時シニア0時30分たまらなく AOR のメインパーソナリティを担当している番組コンセプトは今の時代にも響く風合いや余韻をキーワードに自身が所蔵するレコード版を使って曲にまつわるストーリーを語っている1982年に発売された企画ものの LP レコード音版 ビックリハウスウルトラサイケビックリパーティーの中で雑誌ビックリハウスの編集長高橋明子とのデュエットでブリリアントなクリスタルカクテルという曲を収録し発売したこの時のレコーディングの模様は知事初当選の翌朝一部テレビ番組で秘蔵映像として放送されたまた1981年に発売された柴田恭平の楽曲なんとなくクリスタルに 作詞家としてデビューを果たしている。作家デビュー当時から自動車を使ったデートスポットなどの評論を行っていたことや、著書内で自動車ブランドの考察を行っていたことなどから、ファッション誌などで評論を行うほか、鍋などの自動車雑誌への不定期連載も行っていた。なお、過去は飛ばし屋としても有名で、アウディに乗っていた頃に数回全損事故を起こした経験がある。 父は心理学者で上越教育大学副学長、新州大学教授などを歴任した田中博正である。父が非常勤講師を務めていた関係で松本科大学客員教授を務めたことがある。実前及びその夫は共に新潟大学医学部を卒業した医師であり、2003年には主治医及び妹夫婦からの助言を受け暴行主要の切除と 人工膀胱の増設手術を受けている。なお、母は、早稲田大学卒業の教員。両親ともにカトリックだが、本人は洗礼を受けていない。祖父は、イタリア人。結婚歴は二度ある。1981年5月、モービル石油在籍時に、最初の結婚をしたが、1982年4月に、離婚した。以後は、独身で、その間に、 多くの女性との交友関係を持ったことを自身で認めていたが、衆議院議員在職時の2010年10月28日に13年間交際していた、北海道出身の青山めぐみと再婚した。結婚時の日韓スポーツの取材によれば、めぐみは元日本航空客室乗務員で、安尾の長期連載、東京ペログリ日記では M を逆にした W 状として、たびたび登場していた。 康スが長野県知事を退任後の2006年秋からは同居。長野県知事選挙では交際中だった恵美みが康スの活動時のマスコットであるヤッシーの着ぐるみに入って支援活動をしていたことが明らかになった。評論、エッセイ説でも述べた通り、下に挙げた人物についても評価が変化する場合がある。ありがとうございます。